手打ちにはその3つぐらいの感じがあるけど、その次両手、これは刻みだよね。あのまず一番ベーシックは、ベーシックは、ワン、ネ、スタート、ベーシック、ワンハンドね、ツー、セカンドベーシック。最初の刻みが心経を最後まで打てるっていうかね、あのドンツクドンドンドンツク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 ドンツクドンドンドンツク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 ドンツクドンドンドンツクツクツク、これを繰り返したら般若心経最後まで打てるね。最初はドンツクドンドンドンツクツクツクドンツクどんどんどんつく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 、これはもうこれ一番のまあ基本だ。これで般若心経まあ同じ風に繰り返しても最初から。
これ一つ覚えておく。どんつくどんどんどんつくつくつくどんつくどんどんどんつくつくつく。これあの今の基本の組み合わせたあれだね。まあこれを覚えてあの般若心経を最初はこう今やったみたいに最初こうだいたいね小犬五音ぐらいまでは般若心経を感じ。そしたら今度は応用をもうちょっとね全然応用はい。するわけです。あの基本の7回打つの2回か、だから7ストライク